国学院大、竹内夏樹投手。巨人は今季、戸郷翔征投手と山崎伊織投手の2人が規定投球回をクリアしましたが、先発サウスポーが補強ポイント。中でもコントロールに優れた竹内投手は、巨人にぴったりだというのです。桐蔭横浜大、小蛇田月投手。一本釣りを狙えるサウスポーに行くのもドラフト戦略的には有効でしょう。小蛇投手は大学で急成長。ボールの出どころが見えにくい独特のフォームから150キロ超のストレートや多彩な変化球を投げる本格派です。青山学院大、常廣隼人投手。6月の全日本大学野球選手権決勝では明治大に13振を奪い完封勝利。 MVP と最優秀投手に輝き、評価を不動のものにした大学球界屈指の好投手です。すでに広島が1位で指名することを公言。巨人もとなれば競合は避けられない情勢です。まあ左腕でしょうな。細野、竹内、小蛇、誰になるかは分からん。どちらかというと先発よりも中継ぎじゃないかな。四死球自滅は12球団すべてが嫌やろ。巨人だけじゃないよ。小蛇はないんじゃない。小蛇行くなら公表した方が良いと思う。どこでもみんな四球は嫌だろ。力強い中継ぎと存在感のある抑えが欲しいな。誰かいないかな。方針転換って去年と状況が違うからな。今年は他チームもほとんど公表してないでしょ。会議方針で狙っているなら1指名は常廣選手で良いと思います。競合を避けて逃げる必要はないと思います。優先順位でいけばここ何年もいない先発左腕が必要だろう。コントロールも大事だが、パワーピッチャーと呼べる投手が必要だ。右の先発は戸郷、山崎、赤星、菅野がいるが、左はメンデス、グリフィン。日本人の左腕は1枚欲しいから竹内、小蛇はあり得るね。ただ2位以下で誰を指名するかが重要。そもそも今の先発だって戸郷、ロキ、山崎、2位、赤星、3位だからね。